名会の久木です。今回は言わずと知れた証券業界のリーディングカンパニー野村グループの中核企業野村証券を紹介していきます。野村証券というともともとなんかすごそうというイメージはあると思うんですが、具体的にどれぐらいすごいかというと、顧客資産が 122.1 兆円もあるんです。単純に国家予算1年分を超えるくらいの規模感というのがすごいですよね。もちろん国内最大です。野村証券は去年も企業研究をしていますが、今年もこれ一本で企業研究ができるようにさらにバージョンアップして紹介していきます。それでは早速見ていきましょう。野村証券は1925年設立、グループ従業員数約 2.7 万人を誇る証券業界のリーディングカンパニー野村グループの中核企業です。野村グループをもう少し詳しく見てみると、世界30カ国地域を超えるネットワークを持つグローバル金融サービスグループで、持ち株会社の野村ホールディングスと野村証券や野村アセットマネジメント、野村信託銀行といった国内外の子会社で構成されています。野村グループの中でも国内の個人法人向けの営業部門と機関投資家など向けのインベストメントマネジメント部門、国内外の事業会社や政府機関金融機関など向けのホールセール部門という主要な3つの部門のうち、約半分の売上が海外ビジネスからの収益になっていることは押さえておきましょう。国内のイメージがかなり強かったんですが、グループ社員のうち海外比率がなんと 43% で、約90の国籍の方が働いているんです。想像以上にグローバル企業ですよね。それではここから野村グループのルーツを見ていきましょう。野村グループは1872年、初代野村徳七が100円の資本で小銭の両替商野村徳七商店としてスタートするんですが、もともと証券会社から始まったというわけではなかったんですね。当時は証券業がまだ博打打ち、相場師と同じと見られていた時代だったんですが、ニューヨークのウォール街など欧米に外遊して最先端の証券業を学び、時代に先駆けて近代的な証券業を発展させ、1925年公社債専門業者としてわずか社員数84名で設立したところからスタートしたというわけなんです。それから時代の変化に合わせて業態を進化させ、1938年株式業務への本格進出を皮切りに投資信託業務を開始など、業務の幅を広げていき、戦後は GHQ との折衝で投資信託を再開させるなどして証券民主化を先導していく存在になっていったんです。それ以降、野村不動産を設立して不動産業務への進出や、日本初の本格的シンクタンク野村総合研究所の設立などグループ体制を強化していきます。さらに世界のマネーを日本の株式債券市場へ導入していくために、香港、アメリカなど各エリアの母点となる現地法人を設立して海外拠点を強化していきます。海外展開がかなり早いですよね。バブル崩壊後は株式売買委託手数料の完全自由化などによって株式仲介ビジネスの競争が一層激しくなるなど激変する中で、株式売買委託手数料が中心の証券売買業から顧客の預かり資産を増やす資産管理業への業態転換など新しいビジネスを模索していきます。2008年リーマンショックでリーマンブラザーズが経営破綻した際には、アジア、パシフィック、欧州、中東の人材承継とインドの IT サービス会社買収をいち早く決定し、世界の証券業界におけるプレゼンスを向上させ、グローバル化を加速していき今に至ります。歴史を見てもずっと独立系のリーディングカンパニーとして業界を牽引してきたことが分かりますよね。これは本当にすごいことですよね。あとこれは余談ですが、海外ではゴールドマンサックスやモルガンスタンレーなどファミリーネームがつく一流金融機関があるんですが、日本では今でもファミリーネームが残っている金融機関はほとんどないというのもすごいですよね。それではここから事業内容について見ていきましょう。まずは野村グループの収益の内訳を見てみると、ホールセール部門が最も大きく、営業部門、インベストメントマネジメント部門が続いていますが、海外比率が 43% も占めていることは押さえておきましょう。野村証券は野村グループの中でリテールとホールセールを担っているんですが、どちらも圧倒的に強く、それが両輪一体となってさらに大きなビジネスを展開できることが大きな強みになっているんです。簡単にそれぞれの強みについて見ていきましょう。まずは営業部門から見ていくと、国内証券最大で圧倒的な顧客基盤や高度なコンサルティング能力とそれを支えるプラットフォーム、野村の総合力を生かした商品サービス供給力が強みになっているんですね。改めてにはなりますが、顧客資産残高は 122.1 兆円で国内圧倒的ナンバーワンです。次にホールセール部門は、日本における業界トップクラスのプレゼンスや海外においては競争優位性がある分野でプレゼンスを確立していることが大きな強みになっています。また8割が海外ビジネスからの収益になっていて、日本、アジアでのプレゼンスはもちろん、米州、欧州においても高いマーケットシェアを誇っています。よくよく見るとインド IPO ランキング1位、欧州国際売買高シェア2位などなど、すごい実績ですよね。メイキャリでもたくさんの企業研究をしてきていますが、規模感スケールが1桁2桁違うのでよくわからないぐらい大きいです。
改めてこの半分近くを占める海外比率やリテールとホールセールの両輪一体という特徴、強みだけでも押さえておきましょう。そんな野村証券が今後どんな取り組みを行っているのか見ていきましょう。経営戦略を中心に見ていくと、大きく4つのポイントが挙げられているので、上3つについて抜粋しながら見ていきましょう。1つ目のパブリックに加えプライベート領域への拡大強化では、例えばお客様が保有する有価証券のアドバイスを行う従来の証券業から、お客様の資産全体へのコンサルティングに基づいたアドバイスを行う資産コンサルティング業へと進化したり、 LINE などをはじめとした事業パートナーとの協業を通して金融サービスを提供する顧客数を拡大していこうとしています。よくよく見るとかなり大きな変化ですよね。2つ目の本業を通じてサステナブルな社会の実現に貢献について見ていくと、これはかなり驚いたんですが、2050年までの累計で脱炭素に必要な資金は約122兆ドルと言われていて、これは日本円に換算すると1ドル110円換算でも1計4000兆円くらいになると言われているんです。天文学的な数字ですよね。今後この領域で2026年までの5年間で1250億ドル110円換算で約14兆円もの資金調達のサポートを行ったり、再生エネルギー分野のプロジェクトに参画しようとしています。1ドル140円換算だとさらに大きな規模ということですよね。3つ目の金融サービスのデジタル化、新領域への挑戦では、先ほども紹介したように LINE 証券以外にも暗号資産や NFT などを扱う取引所やセキュリティートークン発行基盤、決済基盤などデジタルアセット会社の新設によって取り組みをグローバルで強化しています。かなり先進的な取り組みだと思うんですが、ここまで具体的に進んでいるのがすごいですよね。まさか企業研究をしていて LINE や暗号資産、NFT やトークンなどといったワードが出てくると思っていなかったので、かなり驚きましたが、こういった新しい分野もかなり大きなチャンスがあるということは改めて押さえておきましょう。最後に採用に関する情報について紹介していきます。ちなみに野村証券とか証券業界というと激務なイメージがあったり男性が多いイメージがあると思うんですが、実は社員の半数近くが女性で、想像以上に女性の働き方だったり多様性と一体性、公平性に力を入れているんです。例えば授乳のためのナーシングルームの設置や男性社員の育児休業取得、法定を上回る育児休業や育児時間など、仕事と子育ての両立支援にも力を入れていたり、勤務地変更制度をはじめとした制度面のサポートが充実しています。結果的にその成果が認められてくるみマークを取得しているのがすごいですよね。ちなみに育児休業の取得社員が625名もいて、復職率 97%、 定着率 98% とかなり高いことも押さえておきましょう。それ以外にも野村ホールディングスと野村アセットマネジメントが2021年に経済産業省と日本健康会議が選定する健康経営優良法人2021と健康経営優良法人にそれぞれ認定されていたり、こういった福利厚生や休暇制度も充実しています。想像以上に至れり尽くせりですよね。欲しい人材を野村証券の新卒採用担当の方に聞いてみたので紹介していくと、欲しい人材については、挑戦、変化を尊重し成長への情熱と勇気を持って挑戦を続ける、共同、新たな価値を生み出すために多様性を尊重し組織や立場を超えて共同する、誠実、高い倫理観のもと正しい行動をとる誠実さと信念を持つを体現できる人とのことです。野村証券の企業研究は以上です。この動画を見て野村証券が気になった、もっと知りたいと思った方は、最新情報を見逃さないように概要欄に貼ってある採用ページを見てみてください。また野村証券のインターンシップは面白くて成長できることで評判らしいです。コメントもお待ちしています。